こんにちは。あ、上野さん、こんにちは。今日、はい、あ、時間とっていただきまして、本当にありがとうございます。はい。よろしくお願いします。あの、多分いろいろ不慣れなんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。あの、皆さんのいろいろ見てると、結構最初から、うん、あの、うんさい、最後までですよね。はい。そうです。なんか、こう、こういうのしない,ない。<laughs> あんまりしない。お、うん、だらだらだら、頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。本日のゲストは。 来たる衆院選に立候補予定であります。国民民主党所属愛知県第7区の日のサリアさんです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、簡単に自己紹介いただけると幸いです。あはい、えー、改めまして日野サリアと申します。えー、現在、私は小学3年生の娘と小学1年生の三つ子の息子たち4人を育てる母親です。 これまでは、多た家庭と呼ばれる双子三つ子を、えー、育てる家庭の支援でしたりとか、あと、えー、高齢者介護、えー、障害をお持ちの方の就労支援、このような事業に携わってまいりました。昨日はお生まれはどちらだったんですかえっと、生まれたのは、えー、東京都になります。えー、東京でどういったご家庭に生まれられたんですかご家庭、あの、お, <laughs> お父様、お母様が2人でしたとか。 あいえいえ、もう本当に、あのー、ごく一般的な、あのー、サラリーマンの家庭で,で、ずっとうち両親共働きでして、母も、あのー、病院の方でこうで勤務をしております。ご兄弟は一人っ子です一人っ子だったんですか。はい、なんかあとあとい展開になりそうな兄弟構成ですね。一人 <laughs> っ子で、今は大家族という感じなんですね。 はい、そうなんです。うん、あの、私自身が、あの、やっぱりずっと一人っ子で、あの、まあ、寂しいなっていう思いもあって、 のではい、あの自分が産んだ子には兄弟を作ってあげたいっていうのがずっとありました。うん、で、えっと、長女が生まれてで、まあ、そうだな子供3人ぐらいは欲しいけれども、まあ、やっぱり経済的なことを考えたら2人で限界だよななんてあの思って夫とも話してましたところなんと2人目が三つ子で一気に4人になってしまった <laughs> あの嬉しい誤算でした。 後ほど、そこはですね、はい、もすしでいう大トロの部分のお話なので、ぜひ深掘って聞きたいんですけど、小学校、中学校、高校ぐらいまで東京ですかそうですねあの、本当に生まれだけ東京でして、うんえっと、3歳の頃に埼玉に一っしまして、で、えー、小学校5年生の時に、えー、名古屋に、ししてままいりふるさとといったら、名古屋って感じなんですか。はい、そうです。 小学校5年生で名古屋に来て、はいで、小、中、高校とかも名古屋。はい、大学も行かれたんですかはい、そうです。あの高校は、えー、名古屋の東邦高校ですね、野球で有名な東邦高校です。<ー>で、えー、大学は日清の愛知学院大学を卒業しております。名古屋で就職をされた、えっと、一番最初に勤めたのは、えー、と名古屋市内ではないです。 何のお仕事をされていたんですかはいあの、新卒後は企業秘書をしておりましたぜひ、今に至るまで教えていただきたいんですけど、あそうですね、もともとですね、あのー、 人のサポートをすることがあの大好きでして、であの企業秘書になったんですけれども、結婚を機に、えー、退職いたしまして、でその後、長女を出産して、3つ子を出産しまして、でやっぱりこう経済的にもそうですし、体育児あのすごくこうまあ、大変といった現状もありましたので、私もあの社会と触れ合いたいって思いがありまして。でえー 今のやっているあの福祉事業を運営している会社にあの当時パートで入社しました。ご結婚はおいくつの時だったんですか ?24 歳の時です。すぐ長女をご出産される、えっと、長女を出産したのが26歳で、三つ子を出産したのが28歳なので、うん、こうちょっと2年刻みみたいな感じで。も私も2人子供が いるんですけど初めての子供ですごく気持ちはわかる気がするんですねで私がわからないのはその三つ子を産んだ時の感覚っていうのをぜひとも聞きたいなと思って、はい、ああ、そうですね三つ子私自身もあの遺伝的なものも全くなかったので、うん、そのまず私自身が 三つ子の母親っていうことに対して今も若干不思議な気がするんですけれども、うんえっと、妊娠が分かった当初は、えー、双子だって言われてたんですね、うん、でああ双子びっくりと思って次にあの検診に行った時にはちょっと心拍の確認ができないっていうふうにお医者さんに言われてもう次の検診が多分1週間後ぐらいには控えてたと思うんですけれどももうその1週間 もう真っ暗闇でした。え、私の赤ちゃん、もうおなかの中でいなくなっちゃってるのってことで、もう妊娠何週目で心拍が確認できなかったっていうのをもうずっと検索して、で、次に検診に行ったときには、あ大丈夫です。心拍確認できてます。大丈夫ですよって、2人とも大丈夫ですって言われて、あ良よかったですって言って、自宅に帰って、で、次の検診の時に、またこう、あの検診台の上に上がってるときに、先生が、えみたいなことを言ってて、 ああ、また心拍の確認がみたいなふうになってて、あの心臓がどうですかとか言ったら、ああ、違う違う、3つあるよみたいな。えみたいな。<laughs> そこから3つ子って何って思ってたんですけれども、うん、あの私自身、やっぱり子だくさんな家庭にすごく憧れてたので、もうずっとあの日本で一番のお母さんになりたいっていうのは、ずっと昔からの夢だったので。 もうあのすごいいいい楽ししみな気持ちででっぱいでいましたただあの、じゃあといって、現実はやっぱり長女の時とは比べ物にならないつわりでしたりとか、本当に多胎妊娠は安定期がない異常妊娠って言われているんですけれども、まあ、つわりの他にもいろいろ妊娠にかかるマイナートラブルを経験しまして、本当に妊娠中からあの多胎児を妊娠するってことの大変さを知ることになりましたつわりがひどいっておっしゃいましたっけ そうですね。あの、うん、つわりは本当にもうなんで、吐き気でしたりとか、もうずっとこう、車酔いな、にもう一日中っていうような感じのつわりがひどくて、で、やっぱりこう、長女のお世話もなかなかま、ままならなかったので、うん、当時私、あの、夫の仕事の 都合で岡崎市であの3人で暮らしていたんですけれども、もう本当に妊娠早期から、えー、実家のある当時名古屋市名東区に帰りまして、で私のこう母にもあの長女の育児を手伝ってもらいながら、まあ、長女もあの当時認可,外認可外の託児所だったので、結構あの金額的にはすごく高かったんですけれども、そこにこう入院してもらって、もう本当に私はもうほ,ほぼほぼ安静というような状態でした。うん、者さんも びっくりされたぐらい。病院もなかなか経験しない。3つ子出産なんじゃないですか。はい、あのそうなんです。ただ、あのやっぱりもう多胎児ってなった瞬間に、あの総合病院での出産がメインになりますので、やっぱりそういったあの経験があるお医者様が揃われていたので、そこら辺はあの安心していました。であ、そうそう、さっきのこうつわりに付け加えますと、やっぱり妊娠後期ってなりますと。と妊婦さんってこう？ まあ、お腹が大きいのであの、うつ伏せ寝っていうのはもちろんできないと思うんですけれども、あの3人もお腹に入ってますと、やっぱりこう仰向けになって寝てもこう、心臓とか肺がすごく圧迫されて、仰向けで寝ることもできないんですね。なので、当時、ちょっと大きめのソファーにこう寝,ころ寝転がるとか、本当に斜めになりながらこう、右に、左に、もうほとんどソファーの上で生活していましたやっぱり1人当たりは小さく生まれてくるんですか はい、あのー、通常で言うとあの40週、とつき10日、赤ちゃんお腹の中に入っていると思うんですけれども、やっぱり3人、とつき10日は入れませんので、えー、私が33週と1日で三つ子を出産しまして、で全員ですね、あのー、1000グラム後半ですね、えー、1945、1700、 1760いくつ1618っていう感じでみんな1000グラムの後半でしたでもこれでもまだ三つ子としては長くお腹に入って大きく生まれた方そして、あのー、結構ですね多たいっていうとこう 体重差が開いてしまう、片方が本当に2000グラム前半で、片方が1000グラム前半っていう,こう、体重差があることもあるんですけれども、我が家の子は割と体重差がなく、あのお医者さんとしてはあのー、100点満点の妊娠経過、出産でしたっていうふうには言っていただいていまいえ、やっぱりこう合わせると5000グラム以上になるってことで、さっき言った寝る時も、気をつけないと大変だとか、はい、重かったわけですね。 すごくあの体が重かったのと、あと、早産予防のために、そのあの子宮頸いんをほうくするような手術も事前に受けてますし、早産、えー、予防のための点滴っていうものを打つんですけれども、その副作用で、こう動,機が動機とかむくみがものすごいんですよね。妊娠後期には、2日に1キロのペースで体重が増えてました。すごく初歩的な質問なんですけど。 はい。双子以上は帝王切開なんでしたっけ？あ、えっとですね、双子も帝王切開になる確率の方が高いですね。双子でも例えばこう一卵性じゃなくて二卵性で、あとは、まあのこの病院の方針によってはあのこう下から出産できるっていうこともあるんですけれども、やっぱり多胎っていうとほぼほぼ帝王切開かなっていうような感じです。アリアさんも帝王切開で3名を産尿末んだと。もうあの三つごとなればあのそもそも選択肢すらなく、うん。<laughs> そうですね、三つ子となればということでいうと、どれぐらいの人口比とか、かかっているんですかあはい、あの少子化の現在でも、たたえは一定の割合で生まれていまして、だいたいお産の1%、100件に1件の割合で双子が生まれるっていうふうに言われてるんですけれども、私のように三つ子となりますと、ゼロが2つついて、1万分の1っていうふうに言われていますで子どもには選ばれし、すごい確率で生まれたんだよって言えますね。はい 確かに学生時代、人、学年に一人はこう双子さんいたような気がしないでもない、それぐらいの確率でありますよね。はい。今、値字に関する福祉事業、何をされてるんでしたっけ あはいあの多体家庭の支援ですねあの、うん、実は、ですね本当にあの先ほど申し上げましたとおり、多体家庭多胎妊娠者の方は本当に妊娠期間がすごく大変なんですけれども、あのでよく多胎妊娠された方々がこう口を揃えているのが、出産がゴールというふうに言うんですけれども、もちろん大変なのは産んだ後からなんですよね。 であのそのまあ、産んだ後の大変さもちょっとこの後お伝えさせていただくんですけれども、まあ、そんなことがありまして、えー、平成30年にここ愛知県であの三つ子の虐待死事件というすごくあの悲しい事件が起こりましたで当時被告被告となってしまったお母さんそしてそのお母さんのお子さんたちの月齢がやっぱりこう我が家とすごく似ているということもありましてもう本当に一言とは思えないそしてもう本当に悲しいという言葉だけでは 言い表せれないような衝撃が私の中に走りまして、えー、そこのこう事件となってしまったご家庭も、あのじゃあ、もともとそのお母さんがあのその事件を起こしてしまうような残酷なお母さんだったかっていうと、やっぱりそうではない現実が見えてきて、不妊治療の末に授かった、本当に待望な我が子だったんですよね。でももあ,あまりにもあの想像以上の 多たえ育児の過酷さによって、まあ、育児のエローゼになってしまって、そういった事件を起こしてしまった。もちろんあの虐待は絶対に肯定しないんですけれども、これは周りの支援によって、いくらでも救えるものだったっていうふうに私も思いまして、えー、事件が起きた平成30年に団体を設立して、えー、これまで行政、医療、地域、子育て支援機関と連携しながら、さまざまな事業を形にしてまいりました。 なのと,とじゃないという言葉はありましたけど、紀野さんもちょっと分かるところもあるっていうことですかね。そうですね結局あの、何が大変かと申しますと、ただ単にあの赤ちゃんが2人、3人いるわけではないんですね、うんあの。早く生まれた、小さく早く生まれた低出生体重児っていうんですけれども、特有の育てづらさがあります。で、そのうちの1つにまず、哺乳力がすごく弱い。 本当にあのこれっぽっち40ミリ50ミリのミルクを飲ませるのに、えー、30分長いと1時間近くかかることがあるんですね。でもちろん、えー、3つ子3人あのシンクロはしないんですねあの時間差なこともありますのでこの子のミルクが終わったら次はこの子この子のミルクが終わったら最後にこの子、うん、ようやく飲ませ終わったと思ったら最初にあげたこの次の授乳の時間になっていたなんてことが。 24時間、昼夜問わず続くわけなんです。1日赤ちゃん、えー、授乳は8回、3時間おきの授乳が8回あるので、3つごだと24回あるわけなんですよね。で、えー、低修正体重時のもう一つの、えー、育てづらさの、えー、特徴として、専門用語で自己鎮静が苦手っていうふうに言うんですけれども、あの一般的に言うお背中スイッチですね。すぐ、あの 下ろした途端にギャッと泣いてしまうっていうこの泣きが非常にこう強いといった特徴があります。 なのでこう、お母さん、我が子を泣かせないために、常にこう誰かどうかを抱っこしているんですね。このど同時泣きももちろんありますので、私、実家に、えー、帰りましてあの、母に育児は手伝ってもらってたんですけれども、3人が同時に泣いた場合に、1人を私が抱っこする、もう1人を母が抱っこする、それでもまだ1人泣いている状況でした。もちろん、あの長女はと言いますと、 あのえー、学年でいうと2つ離れているんですけれども、年は1歳しか離れていませんので、こう今まで自分1人の天下だったところから、急に生まれた弟3人に大人の手が全部取られてしまうということで、もちろん大泣きします、もう申し訳ないやら、でもどうすることもできないやらっていう気持ちで私もいっぱいでした、そんなようなことから、あのー、こう自分の時間をゼロにしたとしても、育児がどうにもあの表現が悪いですけど、回らない。 もちろん、外には一歩も出ることができません。で、お母さんが3人を1人で育児した場合に、1日の睡眠時間は1時間あるかないかなんですね。で、もちろん休みはゼロなので、もうこんなこう、睡眠時間が確保できないような状態で、とにかく目の前にいるこの命を守るっていうことは、すごくプレッシャーでもあるので、もう本当に、あの、自分の産んだ子だから可愛いいよねって言ったことだけでは済まされない、育児の大変さが、あの、現実にはあります。 よく一般的に子どもが2人、3人になったら、大変さがこう2倍、3倍になるわけじゃないしっていう言葉は聞いたことあるんですけど、今聞く限り、三つごとなると、2倍、3倍にそれ以上にぐらいになりそうな感じですね。あのそうなんです。ただ、じゃあ、一番のこう問題点って言ったらいいかなあの、何だったのかと申し上げますと、あの 多胎育児に対する想像力がないっていう点なんですね。実は、あの、私も妊娠中に、妊娠すごくしんどかったんですけれども、本当に生まれるのを楽しみにして、もう三つ子と上の子4人なんて楽しいだろうなって、うん、もうなんかこう頭の中がちょっとねおは、お花畑じゃないんですけれども、うん、すごい楽しい気持ちいっぱいでいるんです。で、生まれた後の大変な育児は想像してないわけなんですね。それから、 あのえー、先ほど言った100件に1件の出産、3つごというと1万分に1件の、えー、出産ということで、本人だけじゃなくて、例えば支援者である保健センターの保健師さんあの、出産がない経験の方もいらっしゃる中で、それだけ少ない数で、えー、支援者側にも想像力がないんですね、多胎育児の。 はい。なので、やっぱりこう、私たちが、あの、団体設立して一番最初に気が,気がついたのは、事件が起こってしまったきあの原因っていうのは、このたたえくじに関する想像力のなさ。 それから、えー、外にでき出れない、物理的に孤立すると、どんどんあの精神的にも孤立してしまいます、えー、孤立、この2つが、えー、事件を起こしてしまった要因であるということで、えー、私たち、その2つをですね、あのーまあ、カバーというか、叩い口くに対する想像力を持ってもらおう、つながることで孤立を防止しよう、この大きな活動の2つの軸を持って、今まままでやってまいりました外になかなか出られないって話でしたけど、聞いた感じ、想像するに一歩も出られないんですよね。 一歩も出れれないですあのそれこそですすそそこねあのツインベビーカーってあの双子ちゃんベビーカーがあ,あるんですけれども、あれ非常に重たいんですね、シングルベビーカーよりも。で、そこに、えー、赤ちゃんを2人を乗っけて、荷物を乗っけてなんてなると、もちろんお母さん、たったマンションのたった2、3段の階段すら降りることができないんですね。なので、あの外には一歩も出れません、1人では、うん。ツインベビーカーは1%ぐらいいるんであれば、 作っっててくれれるるとところはありそううですけど、はい、三つ子っていうと限られるんじゃないでですすかそうなんですあの,なので、我が家ですとあの、えー、三つ子用のベビーカーってど、どうやら世の中に存在しないことはないと思うんですけれども、うん、あまり流通してないので、あの移動の時には、えー、ツインベビーカーと長女の時のシングルベビーカーを使ったりとか、あとやっぱり長女もなかなか長距離はまだあの年がちっちゃくて歩けなかったので、ツインベビーカーの縦と横の荷台使い。 て <laughs> ていう感じで、はい、過ごしてました100人に1人とか、まあ、1万人に1組となるとやはりこう政治的に大事をお持ちの方々への支援とかっていうのはあるのか足りてないのかそれこそその悲しい事件が起きてから、まあ、愛知県だけではないですね、まあ、全国的にもそういった事件が起きてからあのようやく ただ単にこう同じようなお顔をして、お揃いのお洋服を着てるかわいい双子ちゃんだよねっていったところから、たた育児の大変さっていったことがこうクローズアップされてですね、えー、令和2年度に厚労省からの予算もつきまして、でそれからあの今、全国各地であの支援の輪が広がっている最中ではございます。日野さんがどうしてこう今、政治家を目指されているのかというところに入っていきたいんですけど、どういった経緯でこう立候補を心の中にこう決められたんですか。 はい。あの、それは本当に、あの、多胎家庭の支援団体で、あの、双子の育児の大変さってことを、え国民民主党の参議院議員の伊藤隆江さんがえ、国会でも挙げてくださいまして、で、あの、私もですね、あの、高江さんの選挙の時に、あの、応援弁士として、あの、ちょっと、ちょっとだけ本当に、あの、ご協力させていただいて、えそんなところから孝江さんとのご縁をいただいて、 で実は、えー、ずっとですね、こう、のある人に立ってほしいんだということで、あの、お声掛けをいただいておりました。ですが、あの、当初ですね、あの、光栄に思いながらも、ずっとお断りをしていたんですね。と申しますのも、あの、やっぱりまだまだ小さい4人を育てる身でありますし、あとは政治選挙の私、習いもございません。 そしてあのこう選挙に必要って言われています、地盤、看板、カバンもない私でございます。この私で本当にいいのか、私にどこまでのことができるのかといったこう、えー、自問自答っていうのは、えー、正直申し上げまして、今でも続いております伊藤さんから口説かれて、迷っていたけれども、出ようかなと、決心されたと、今聞いてるところによると、まあ、なかなか自分の子育てで大変そうですよね。 <laughs> そうですねあの、やっぱり今も小学生には上がったんですけれども、入院時期とは違った大変さが、今でもたくさんあります、うん、一時期と比べたら、ひと段落ついたかなっていう感じはあるんですかそうですね、そのもう片時も目を離せないっていったところからは、うんあの、だいぶ解放されたかなとは思います、うん、やはりじゃあ、片胎じ、育児っていうんですかね、常にこうずっと大変じゃなくて、ご経験上、やっぱりその生まれて、 0歳、1歳、2歳とか、まあ、その辺が大変なんですかね。お手伝いが欲しいなと、足りてないなっていう感じなんですか そうなんたたあい家庭の大変さっていうのは、本当に乳児期にぎゅっと詰まっていますので、まあ、そこからの大変さっていうのはこう、多子世帯と一緒かなっていう、お子さんがいっぱいいたら大変かなっていうのはあるんですけれども、そのぎゅっと凝縮されたこの期間を、とにかくあの育児者が心にゆとりを持てるように、周りが助ける、そしてやっぱり周りが地域につないでってあげるっていうことが大事ですね。 そこのご家庭もあのお父さん、お母さんもその地域で暮らしていくことができるようになると思います。木野さんとして、私はもし当選をしたら、こういったことをやっていきたいんだとか、政策的なのがあれば教えてください。 はい。あの、やっぱり子育て家中の私なので、あの、子育ての施策っていうものを一番に、あの、進めていきたいと思っております。で、私自身の育児もですね、本当に、あの、家庭だけでは、あ成り立ちませんでした。保育園もそうですし、今、小学校もそうですし、学童もそうですし、本当に多くの社会資源に、えー、支えられて、今の私があります。あの、4人が元気に育っております。なので、あの、今、どんどん あの子育てがね、よく漢字であの孤立の子に子育てなんて書くんですけれども、あの孤立していってしまいますので、やっぱり子育てを家庭のみならず、社会で、えー、子供を育てていく。で、これにつきましては、本当にですね、えー、給付ですね、お金ももちろんですし、あの人手で,ですね、サービスももちろんなんですけれども、やっぱり 国民の一人一人がこう子育て当事者になって、社会全体で子供にこう手をかけ、目をかけ、愛をかける、こんな社会をですね、作っていきたいっていうふうに思っています。で、あと、えー、ともうちょっとお話をさせていただきますと、私、あの高齢者介護にも携わっております。であの、介護っていうのはですね、本当に三大介助って言われている、えー、食事介助、それから、えー、入浴介助、排泄介助、人間の尊厳に関わるすごく大切な仕事ではある んですけれどもやっぱりその処遇の低さ、えー、お給料の低さから、えー、これから家庭を持ちたいと思う男性がまさに今家庭を持っている男性が。 あの奥さんと子どもを養えるような、えー、お仕事ではなかなかないのが現状です。でこれが例えばじゃあこの職が低いからといって介護職がどんどん離れていきますと、えー、私たちの、えー、父親母親の、えー、安心安全なサービスの提供もされなくなっていきますしじゃ今度私たちの介護っていうのはもう担える人材がそもそもいなくなってしまいます。ででも本当にここれのの課題だと思っっておりますので、えー、こういった、えー、福祉介護職員 のの処遇の改善労働環境の改善といったことはやっていきたいというふうに 思っておりま,すまたですね、えー、私、えー、今、株式会社の方でもあの代表を務めさせていただいております、うん、福,祉の福祉の会社ですね。で、あのー、福祉はとりわけその介護もあの人手不足なんですけれども、多分日本企業における人手不足っていうのも喫緊の課題だと思っておりますので、であの人手不足解消するために、えー、賃金を上げなきゃいけない、国民民主党も掲げる、給料を上げるっていうことも、あのー、その源泉っていうのは企業の、 利益でしかありませんこの企業の利益を増やし、伸ばす、しっかり守っていくといったことも、ですね政策に掲げてやっていきたいなというふうに思っておりますのと、あと、えー、ここ、ものづくり愛知からのこう立候補でありますので、しっかりとですねあのこれからもものづくり愛知にとって必要な政策といったものを、皆様方にこう勉強させていただきながら、政策としてお返しできるようにしていきたいと思っていますちょっと欲張りすぎじゃないですか。 <laughs> あの、欲張って頑張っていきたいと思ってます。<laughs> 子育ても大変で、伊藤孝江さんにこうアプローチされたから、仕方なくちょっと頑張ってみようかなっていう感じで。最初聞いてたんですけど、会社の代表もされてたり、その多胎児育児の団体の代表ですか、はい、それも。あの、えっと、実はですね、あの、うんうん、昨日十一月二十六日、あ、あの、ありがとうございました。あの、私の誕生日だったんですけれども。うんうん はいあのえっとそこで年に1回あのえー、その多胎家庭の支援団体でファミリーイベントを開催してまして、うん、ちょうど昨日がその日だったんですけれども、えー、昨日をもちまして非営利団体のあの代表理事はあの退任という形になりました。うん、そこの方の身は降りたかもしれないけれどもという代表をしてたりとか子育てもまだ大変だったりそして伊藤さんから言われたにしてもこう国会議の最初から 目指すすすっっていううのはちょとと頑張りすぎかなとも思うんですよねで、まあ、だからこそ今言われたようなものづくりまでこう政策に掲げないといけないとか大変になりそうなんですけどだから地方議員から最初始めようかなとかそういったお気持ちはなかったのか伊藤さんの話がそもそもそっちだったのかどんな流れで国会議員なんですかえこれ正直に 伝えちゃっていいのかなあの、うん、いや、私もそもそもあの、あの、国であっても地方であってもそんな私が議員なんてっていうふうに思っていたんですね。ただ、本当に高江さんからもこうずっとお声掛けいただいていて、で、高江さんにですね、じゃあ、 もし私が、あの、こう、議員目指しますって、こう、手を挙げさせていただいて、国民民主党の仲間に加えていただいて、で、国民民主党、こう、一つの会社、こう、株式会社、国民民主党みたいな感じで、一つの会社だと捉えたときに、私をどのポジションで使っていただけますかっていうふうにお伺いしましたところ、国でしょうみたいな。え <laughs> ちょっと考えてみるみたいな。何ですか、そのスキルの大きさみたいな。<laughs> もうすごくびっくりしてしまったんですけれども、もうあの私が大尊敬する、本当に、あのー、国会議員の伊藤孝恵さんじゃないんですよね、も,うもちろんあのなじゃないんですよねって、すごい失礼なんですけれども、私、本当に人として、女性として尊敬している伊藤孝恵さんから、もうそんなことを言っていただいて、なかなか人生生きていて、そんなことを言っていただける機会もそうないと思ったので、挑戦したいと思いました。 ご自身としては、まあ、もうちょっとこうステップ踏んでの方がいいんじゃないかなとは思ってた感じですか、うん、いやーあの、そんな本当にステップ、なんかそもそもぎんなんてっていうふうに思ってたので、なんかステップを踏んでなんてことも全く考えてなかったんです。 もう本当に、ね、無知だったんですれで、この世界に入ってみると、うん、気づいたことが、あ議員って、こういう,こう2代目、3代目、一般的に接種って言われる方でしたりとか、うん、あとはこう秘書経験を長くされてきた方ですとか、あとはこう労働組合組織内って言われる方ですね、そういった方々が議員になられるのであって、え、ちょっと私、えらいことしてしまったって <laughs>、後々気づいてるんです。でももう、しっかりあの言われたからではなくて、自分で志を立てましたので、 目標に向かっっっってててて頑張いいきたいって思ってます愛知は国民民主党もなかなか強いですし、何王国って言われるんですっけ民主<衆>。民主王国とか聞くんですけど、その愛知7区っていうのは、どういった地区なんですか強い今現職がこういう人がいて、どういう人が出ようとしててとか。そうですね。あの、現職は、あえっと、なんとですね、あの自民党のそれこそあの、 総務大臣、はい、自民党の総務大臣の方なので、本当に <laughs> 私からするとあの、雲の上のような方で、本当に大先輩の胸を借りて挑む選挙区になっています。そして、えー、他にもです、ね、あの維新の方も立たれていますし、共産党の方も今です、ね、立たれている、えー、私を含めて4名の、えー、立候補予定の方がいます。 こも厳しいとはいえ、なんか聞いた感じ、すごく厳しそうですね。はい。伊藤隆恵さんがいたから国民民主党とこういうのはなんとなく分かったんですけど、はい、それをきっかけに入ってみて、国民民主党のこれいいなとか、おすすめのところ、猪野さんの中で。はい。 あのー、おっしゃるように、私、あの、伊藤孝江さんがきっかけで、伊藤孝江さんに惚れて、で、本当にあの、党のことを知るのは、なんかこう、失礼ながらも、お恥ずかしながらも、あっとおいだったんですけれども、こう、お仲間に入れていただいて、知れば知るほど、国民民主党のことが好きになる。もう本当にそんな党です。 あの、やっぱり一番は、あの、国民民主党のキャッチフレーズである、対決より解決っていう、このマインドですね。あの、実はですね、ちょっとこれも、えっと、巻き戻っちゃうんですけれども、 たたえ家庭の支援団体もですね、実はその当時何も公的なたた、事件が起きてしまった当時に、あの公的な支援がなかったっていうことで、ある、あの、こう言い方がすごく悪いんですけれども、その事件が起きた地域で行政叩きが起きたんですね。行政が何もしてくれなかったから。でも、叩いたところで、 問題の解決にはならならいんですよね本当に大事なことはこんな事件が二度と起こらないようにするためにどうしたらいいかということを共に考えて共に行動に移してせあの支援にしていくということを共に実現していくこのマインドっていうのをものすごくあの大切にするだからすごくおこがましい言い方するとそもそもの理念が一緒だったみたいなふうに私は思っているので国民民主党が今大好きなんです。ご両親っていうのはどっかの、はい 党を応援してたご家庭だったりとかご自身が投票をしてたときはどういうところに入れてたとかあんまりその私自身、そのあんまり政治の話を両親としたこともなくて、あので今までじゃあどこに投票、もちろんあの投票には行ってたんですけれどもえ、こんな話していいのかな。あの、まあのま自民党に入れ 自民党にずっと入れてたんですよねそれこそあの高江さんと知り合ってからもちろんあの国民民主党あの高江さんだったりとかあのそれからメトクの日々美咲さんとか、はい、あのそういった方々にっていうのはもちろんあったんですけれどもなので今私がこう振り返ってみると多分私のような感覚の方多いと思うのでとりあえずは自民党って書くっていう方が多数いらっしゃると思うので。うんうん その方々にどうやってこう私の思いを届けて、そしてあの国民民主党の素晴らしさを届けて、届けてあの私だったりとか、党にあの入れてもらえるかなっていうところをこう最大限頑張っていきたいというふうに思ってます今、選挙活動じゃなくて、何ていうんですかね、講演会活動っていうんですか、はい、はどういうふうにされているんですか。 ああそうですね、本当に、えー、2ヶ月前に公認、えー、内定を受けてから、あのー、一生懸命活動している最中ではあるんですけれども、まだまだそこが弱い部分ですので、今、それこそあのリーフレットの政策とかに、あの必死になっております伊藤孝恵さんの時も盛り上がった話題なんですけど、おじいさん政治家の人たちみたいに、朝夕、辻立ちしたりとか、はい、関係ないけど運動会があるって分かったら、そこに顔を出すとか。 そういったことはなかなか難しいのが女性子育て世代だと。こ、うん、こら辺は何か日野さんの中でこう戦略というか、うん、私はもうここで飲み会できないからお茶会でとか、うん、お考えの戦略がありますかそうですねあの難しいです、うん、難しいんですけれども、うん、やっぱり高江さんが私に声をかけてくださったのって その今やっぱりおっしゃるように国会はこうある一定のこうお,お,おじさんって言ったらあれなんですけど方々で固まっていてその方々が作る政策だからやっぱりこうど真ん中ちょっと外してたりとか偏ってしまっているっていった部分があるだからママ議員をもっと増やさなきゃいけないだからママがもっとこう議員になりやすくなりやすい社会を作らなきゃいけないっていったところもあってこう私にお声がけくださったっていうふうに私は思ってるんですねだから私がじゃあ,あの男性議員と一緒になって男性議員に負けない ないようにって言って、おっしゃるようなその、まあ、朝から晩までみたいなことをやってしまうのって、逆に高井さんの思いにも反してしまうし、これからのママ議員がそれでは誕生しないって言ったこともあるので、そこは高井さんに見習った選挙活動をやっていきたいっていうふうに思ってます。聞きそびれたことなんですけど、はい、すごく個人的に気になるのは、はい、旦那さん。やっぱり選挙を 戦うにあたって第一の壁が家族だっていうのは伊藤さんも言うんですよねはい。家族からの反対とか。はい。その伊藤さんに言われて自分の中で決めた後のそういう家族との会話とか教えてもらえると。はい、そうですね。あの初めはすごくびっくりしていたんですけれども、まあ、私も ですね何度も何度もあの挑戦しようと思うけれども、やっぱりこれは私一人がなるって言ってなれるものじゃない、家族の理解、協力なしでは、あのどうにもやっていくことができないから協力してくれますかって聞いたところ、あの家族も分かったと。で、分かったって言った後もちょっと夫の方がちょっとだけこう心配になっていたところを。 あの、なん、なんて言うんでしょう、私も高井さんに口説いていただいたんですけど、高井さんが私の夫まで口説いてください。さすがですね、はい。もう、そうなんです。あの、で、今は、あの、家族一丸となって。はい、あの、応援してくれています。ただ、あんまり、私の夫は、こう。前に、出るタイプではないので、まあ、うん、その、子育ての協力をするとか、陰ながら応援してくれてる感じです。最近増えてるなって思うんですけど、ご家族が。 応援に入るとか、そういう形というよりは、やっていいよっていうことで、日野さんが頑張る感じですかね。あそうです。うちの家族は、ま、全く前に出てる。子供はまだ小さいので、なんか最近ですと、すごくこう、なんか喜んで、 国民うさぎブームなんですよねいろいろ国民うさぎのこうブロックで作ってくれたりとかあの昨日の誕生日も国民うさぎのケーキを作ってくれたりとか国うさブームが来てママ頑張れっていうふうにはなってるんですけれども、うん、まあそれも今後ねちょっとどうなるのかななんて思いながら <laughs>、はい、ありがとうございますでは最後、えー、視聴者の方にこう意気込みだったり、はい、メッセージをいただいて終わりたいなと思いますあ,ありがとうございますあの私その その政策的には先ほどもお伝えさせていただいたんですけれども、あの、私のこう、今回の道をこう、進んでいくにあたって、あの、最大の目標があるんですね。で、それは、あの、子供のなりたい職業のナンバーワン、なりたい職業ランキングのナンバーワンを政治家にするっていう夢です。うん、あの、本当に悲しいことに、いつの世も断トツのランク外なんですよね。 断トツのランク外。で、本来であれば、こう世のため、人のため、もう、こう、絶えず、こう、人のために頑張って、世のために頑張って、汗を、えー、かき続けて、あのー、とにかく情熱で突き進んでいくっていう、誰もが憧れるような職業なのに、なんでこうなってるんだ。いろんなね、そこには、えー、現実、現状があるんだと思います。で、そこをですね、やっぱり、 まだまだ新人候補の身でひっくり返すなんて大きなことは言えないんですけれども、やっぱり自分が、あのまずはあの子どもたちにかっこいい職業だねって思っていただけるような、えー、取り組みをしっかりして体現してまいりたいというふうに思っています。まだまだ本当に未熟者なんですけれども、皆様今後ともご指導、ご支援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日のゲストは、来たる衆院選で愛知県第7区から。 えー、立候補予定であります国民民主党所属、日野紗里哉さんでした。ありがとうございました。<laughs>